ベスティーボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。先ほどですね、 BE:FIRST 公式 YouTube チャンネルより BE:FIRST スマイルアゲインのダンスプラクティス動画、こちらが公開されましたので見ていきたいと思います。鶴さんの BE:FIRST ボーカルルーム。さあ先日のですね、ミュージックビデオが公開され、そしてライブ配信に続き第3弾ですかね、ダンスプラクティス動画見るのが非常に楽しみです。今回リアクションする動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。鶴さんの BE:FIRST ボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きな BE:FIRST を筆頭に、マーゼル、 BMSG 所属アーティスト、トレーニーの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは早速スマイルアゲインのダンスプラクティス見ていきたいと思います。ライトスティックを準備しました。ノリノリでいきましょう。ダンスプラクティス動画はですね、ボイストレーナーとか置いといて純粋にベスティとして楽しみます。はい、かっこいい。わあ、綺麗だね、動きがね。ウェイシュンティー、イエーイ。あ、ここの声が切なくて好き。ウェイ、リョウキ。わあ、いいね、やっぱり。カメラが固定っていうのもいいですね。全体が見れてすごくいい。皆さんも一緒に、なんかライブ見てるみたいで楽しいな。うい、ここいいよね。ういいね、この流れいいな。わい、レオいいよね、レオね。うい、リュウちゃん来ますよ、皆さん。せーの、君は綺麗だ、エイスマイルだけ。あー、ライブで見たい。エイスマイル、いやー、すごいいいね、スマイルアゲインね。このね、急に盛り上がるのが好き。はい。涙に、このエッジがいいよね。最高だ、最高だね。 BE:FIRST スマイルアゲインのダンスプラクティス見ていきました。いや、最高だね。まだライトスティック持ってます。これ実はですね、ここにスイッチがあって、これを上に上げると
白く光って下に下げるとですね青く光ります。ちょっと電池がなくなってきたかなこういう光り方なのかわかんないですけどね。でこうボタンを押すとちょっとね光り方が変わったりするんですけど、今回はねライトつけなかったですけど、次回はねもうライブ会場で見てるイメージをしてですねこれ光らせてみようかなと思います。これライブではですね BE:FIRST のスタッフさんのね操作によってこれ曲に合ったライトの動きに変わるんですよ。なので次回ね BE:FIRST のライブ行ったら絶対これ持っていかなきゃいけないなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっと置きますねそれにしてもねかっこいいね、カメラの位置が固定、定点カメラっていうんですかね、ちょっと専門用語わからないですけど、カメラの位置が変わらないことで BE:FIRST 全体の動きが見れてですね、このカメラ位置もすごくいいですよね。動きがものすごく綺麗なイントロから A メロ、ミュージックビデオだとねここまで僕はちょっとわからなかったんですけど、今回のダンスプラクティスの動画を見ることによってですね、そういう動きの綺麗さ、しなやかさだったりがね、ものすごくよくわかりましたよね。で、リアクション開始時にも言ったんですけど、ダンスプラクティスだったり、パフォーマンスビデオだったり、そういうのはですね、僕はボイストレーナーっていうことを置いておいて、一ベスティとしてですね心の底から楽しみたいと思いますので、ぜひこの動画を見てくださっているベスティの皆さんも一緒に楽しんでいただけたらなというふうに思います。いやー最高ですね。次回の BE:FIRST のですねはてなはてなはてなの動画の公開は、少し前にですね BE:FIRST の公式 YouTube チャンネルのコミュニティにですね動画公開のスケジュールが発表されて、今ちょっと出してこちらにパソコンがあるんですけど、これで今チェックしてるんですけど、今回のダンスプラクティスに関しては掲載されてないんですよね。ただ明日4月29日と明後日4月の30日のですね夜8時20時ですね、2日連続でハテナハテナハテナって書いてあります。夜の8時にですね BE:FIRST の何か動画を公開すると思いますので、ベスティの皆さん、そしてこの動画で BE:FIRST を知った方、明日の BE:FIRST 公式チャンネルチェックですよ。そしてチャンネル登録がまだ済んでいない方はですね、ぜひこのタイミングで BE:FIRST の YouTube チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。そして鶴さんの BE:FIRST ボーカルルームの方もですね、どんどん BE:FIRST 盛り上げていきたいと思っていますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ボイストレーナーの鶴さんでした。